こんにちは、歌一郎です。今回も if found の続きをやっていきたいと思います。前回ですね、カシオがいろいろ悩んでしまって、家族とのいさかいとか、あとはシャンズとの行き違いとかですね、そういったことでビッグハウスっていう廃墟のような家に一人で閉じこもって、なんていうんですかね、絶望のどん底みたいな状態になっていたところに、母親とかみんなが駆けつけてくれて、そこから立ち直っていくっていうような過程があって、それで物語が終了してゲームも終了なのかなと最初思ったんですけど、その後ですね、時間のこう空白を埋めるような形で、ここに見えてるように1994年から98年の出来事とか、2011年から16年1990X 年みたいな形で、まだ見てないエピソード、が、いろいろ見れるっていうことが分かって、このあたり全部見てから、終了という形におそらくなるのかなと思います。で、あとはカシオペアっていう宇宙飛行士みたいな天文学者、物理学者ですかね、なんかフィクションとして語られてる、なんていうんですかね、お話が、時々挟み込まれてるっていう感覚でいたんですけど、実際は、お話とカシオたちの現実っていうのは、おそらく、こう、つながっていて、また、なんていうんですかね、今から見る、部分で絡み合ってくるのかなというふうに、思っています。多分ちょっと僕が理解ができてなくて、分かってないこともあるような気がするんですけど、またその辺も含めて、見ていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。どれからいこうかな。これ、ブリード、離職から4年後。ブリードって誰だっけ？離職から4年後。カシオペアは最新の物資をアキル上空の大気圏外で落としている。カシオペアは定期的にやってきてはコミュニティの再建を手伝い、異常が残していた真空で成長する野生の物体から防御設備を建設する手伝いをしていた。この先特に何だろう、こうやってったから何かが見えるってわけじゃないのか。キールの郵便局に近づくと海の波が周りに押し寄せ、その小さな建物を叩きつける。触手のある恐怖の物体がうようよ集まっていた。窓から必死に銃を発砲している。プラズマジェット衝撃波自動追尾ミサイル。プラズマジェットにしてみようかな。カシオペアは素早く船を操作してプラズマ推進機の角度を合わせ、触手のモンスターが退却するまで熱で攻撃を続ける。恐ろしいモンスターを飲み込んで海が引いていくや否や、すぐさまカシオペアは着地する。カシオペアが急いで中に入ると銃を手にしたブリード魔球を見つける。疲れ切った様子だが無事のようだ。珍客のお出ましだわとブリードは叫ぶと、カシオペアを強く抱きしめる。ブリードはお茶を入れて座って近況をおしゃべりする。
時々どうやって頑張り続ければいいのかわからなくなるわとブディードは言う。あの事象以降できることといえばここでみんなで一緒にいるだけだわ。残りの世界コミュニティもっと良くなる。どうなんだろう。なんかあのブラックホールの存在によって世界全体が大変なことになってるっていう理解でいいのかな。でそれがカシオとかが住んでるアキル島のリアルとつながってるというか地続きの話ということでいいんだろうか。残りの世界うまくいっているとは到底言えない悲惨な場所がたくさんある。山々が破壊され瓦礫になった場所や四つ葉のクローバーが生える森の下に眠る廃墟と化した町を目にしてきたわ。あなたはよくやってる。ブリードはため息をつくと恐ろしい体験をする前に作っていた半分折られた聖ブリジットの十字架の山があるテーブルに目を下ろしている。目を下ろしている。今もそれを作っているの？カシオペアが尋ねる。毎年ね。もうじき2月よ。これを村の人たちにかけてもらうように配ってるの。伝統は大切よ。きっともうじきみんながあなたのことを聖ブリジットって呼ぶようになるわね。とカシオペアは言って微笑む。カシオペアは出ていく前にブリードに小さなプレゼントを手渡す。荷物の中に詰め込んでいたものだ。なんだろう。書籍、お酒、ライト。なんだろう。書籍にしてみようか。遠い星や奇妙な進化を遂げる世界について書かれた反政府の出版社が出した百科事典。銀河の周辺には様々な人たちが存在し栄えていることを知っている。あ、なんかこれあれですね。つながってくるんだな。あ、なんだろうこれ。事象から6年後、カシオペアは悪の権力の支配下でリスクを犯すよりも良い方法を知っておくべきだった。しかしカシオペアは眼前にある気圧調整室を見つめている。そして最後の瞬間を間もなく迎えようとしている。最後の瞬間。アヌ。このアヌっていうのはシャンズのことなんじゃないかと思うんだけど、どうなんだろう。アヌ。アヌに感謝する。最後にアヌと話せたらどんなに良かっただろう。骨の髄まで凍らせる宇宙の冷たさが顔に当たる。カシオペアは目を閉じる。すると、暖かい。カシオペアが再び目を開けると、ハリスの乗組員に抱きかかえられ、二人の高齢の女性が自分を見つめているのが目に入る。あなたは誰？ここはどこ？私死んだの。ここはどこにするか。ここはどこ？ CS アキルサウンドへようこそ。私は宇宙海賊マグス・オマリー、本物よ。こちらはヒルデガルト船長。数日間悪の権力を追跡したいしていたんだが、何が起こったんだ。カシオペアは2人が顔を合わせてにやりと笑っている間、敬意を話す。クロノスまで連れて行ってやろうとオマリーが言う。
そこから先は自分でどうするか考えるんだ。そこから先をどうするか。一緒に行かない？なるほど。どうしようかな。一緒に行かない？カシオペアの目が輝く。一緒に来てと言う。すぐに悪の権力が私たちを捕らえるわ。私たちのことは心配するな。と、昼で船長が笑う。年寄りだが銀河にいるどんなものよりも一番経験豊富な宇宙船員だ。宇宙海賊マグスが遮る。忘れていることがあるわ。この船をワープするよう設定したから安全に帰路につける。さあ宇宙ティーを作りましょうか。かわいい宇宙船船員、きっと喉が渇いているはずだ。こっち行こうか。ママ。ママと私はキールへと車で向かっている。これはカシオの手記ですかね。ミナウンの崖の下に広がる湾曲した長いビーチの眺めはいつも私の気分を上げてくれる。あ、ママに私と一緒に泳ごうと思わせるのにはかなりおだてなければならなかったが、今ママがここにいてどうやら考え直してくれたようだ。飛び込む、冷たくない。栄光ってなんだろうな。栄光を選んでみようか。今年はファーガルよりも先に泳いだってことを自慢することができる。ファーガルとの関係はどうなったんだろうな。ママは波がやってくるたびに悲鳴を上げている。ずっと励ましていると、ママは数分間ためらいながらも最後の叫び声を上げ、やっと海に浸かる。私も海中に入って波に揉まれている。口の中に海水のしょっぱい味が広がり、アップアップして生きていることを実感する。私は自分で楽しんでいるほとんどをママと共有している。海水は冷たく、海風はもっと冷たい。タオルにくるまれてなるべく効率的に体を乾かす。そして今度はお腹を満たしてくれそうなチップスを食べにナイアルズへ向かう。タラが働いていて私に手を振ってくれる。9月からクラスを受け持つことになるんだとママに報告する。チュートリアルクラスをね。私の仕事をちょっと知りたいな。あのブラックホールのことを知ってた？ママが私の話を遮る。やっぱり話があれですね、同じ現実の中で生きてるんだ。あなたが幸せだったらそれで嬉しいわとママは言う。そっか、嬉しい、いいね、そういう風に言ってくれると。自分らしくあることで幸せになれるなら、それが私の望んでいることよ。教えること、大好き、ニュアンス。ニュアンス、なんだろう。教えることにしよう。教えることが好きだ。誰かが学ぶのを助けるのが大好き。それに知ってる？どうやら私にはその才能があるみたいだ。そうなんだ。ここにいてくれてありがとう。ママ、愛情似てる。
なんだろうな、ママと私は似てるってことか。似てると言ってみようか。親にどんどん似ていくというのは面白い。何かをしていて全く同じことをママもやっていたと気づくことが頻繁にあって、いつも笑ってしまう。1998年6月27日土曜日、私たちはカスバ行きの午後6時発の電車が出発する前にちょうど乗り込んだところだ。私たち、コラムはその日の残りの時間は飲みに行くらしいが、コラムと一緒なのか。私はアルコールは飲まない。だからマギーがアキルに戻るのに付き添って安全に自宅まで送り届けようとしている。私たちの感謝の気持ちをマギーが受け取っていることを確かめたいんだ。マギーは私とコラムのサポートにはるばるダブリンのプライドに来てくれた。マギーは自分が歓迎されるとは思っていなかったんじゃないだろうか。そうかな、そうなんだ。誰もが心の優しい愛らしいおばあちゃんと並んで行進したがり、マギーは終日注目の的となった。マギーはシートを倒して今朝私たちに作ったツナマヨサンドイッチのラップを外している姿は今でも間違いなく輝いている。マギーは私に何が一番楽しかったのかを尋ねる。英称フラッグ、マギーのハンドメイドのサイン。どうだろう、フラッグってなんだろう。旗っていう意味のフラッグ、ハンドメイドのサイン、なんだろう。ハンドメイドのサインってなんだっけ。そういうお話出てきたっけ。マギーが振っていた今朝作ったプラカード、人に優しく、ゲイのみんなにも、数日前の夜に開催されたゲイの生理についてマギーは話す。あんな風に踊ったのは何年ぶりかしら。マギーはしばらく考え、メガネを外してレンズを拭くとまたメガネをかけ直す。急にマギーは喋り出す。若かった頃ドイツの女性と知り合ったのよ。ヒルデよ。とっても優しかったわ。ヒルデは数年間同じ学校で教えていて、素敵なセイリーが大好きだった。ヒルデはベルリンで開いていたパーティーについて私に教えてくれたのよ。アイルランドではヒルデは自分らしくいることはできず、帰国するときはとても悲しかったわ。きっと今週のこのイベントを気に入ったでしょうね。なんだこれ、ゲイパレードみたいなイベントなのかな。私はマギーを慰めたいと思った。時代は変わってきた。いつもそばにいる。ベルリンに行く。どうなんだろう、時代は変わってきた。ベルリンに行くってなんだろう。いつかベルリンに行けるかも。マギーは私にありがとうと言って、今度は天気の話をする。外では風景が飛び去り、ちぎれ雲の空の下には緑緑また緑が続いている。天気、季節、季節の話しようか。都会では突然季節が移り変わるように思う。マギー、外見、願望にしてみようか。
マギーの人生を悲しい物語だと思う人もいるかもしれないが、私はマギーを称賛する。私が年老いてマギーの半分でも親切で寛大で迷える若者を喜んで招き入れる精神を持っていればきっと幸せ者になれるだろう。なんかたくさん出てきた。2012年か。2012年9月9日、ファーガルの赤ちゃん。クイーバは想像していた以上にとても可愛い。この子はバラリーに似ていると思うが、他のみんなはそうは思っていないようだ。バラリーは内気なドニゴール出身の女性だ。ドニゴール。しっかりとメイクアップしているが、満足していないようだ。メイクしなくても綺麗だと思うが、そのことはあえて伝えてはいない。絶対、絶好のタイミングで私たち二人は会話することはあまりない。いろいろと大騒ぎしたが、洗礼は無事何事もなく終わる。司祭、名付け親、場所。場所。司祭、名付け親、名付け親にしようかな。ファーガルが私を名付け親にしようとしなかったのでママが激怒したが、その話を持ち出さないことを願った。私はどっちみち信心深い信者ではない。兄弟が名付け親になるっていう慣例なのかな。ホテルの夕食では私が心配していたよりもみんな和やかである。口に上る話題のほとんどが名誉対ドニゴールの決勝戦のことで、変なとこで、名誉がサム・マグワイアの呪いを解くことができるかどうかについてばかりだ。どういう話なんだろう。地元のファインガエル議員がホテルに立ち寄り挨拶してくれたので、ファーガルのドヤ顔が輝いている。距離、ファーガルの成功、赤ちゃん。ファーガルはなんかあれかな、成功してるってことなのかな。ケルトの虎の経済発展の間、ファーガルはひどいローンを組んで郵便局のショップを購入し、アキルは危機に見舞われているが、毎年収益を上げている。郵便局のショップ。ファーガルを誇らしく思う。そうなんだ。ママは私の日記について触れて、赤ちゃんと同じくらいいいんじゃないのと言う。どういう意味なのかわからないし、日記を読んだのかさえ不明だ。赤ちゃんと同じくらい。ママは自宅へ向かって私が運転する車の中で眠っている。ママ変化、称賛。ママの変化について聞きたいな。ママは年を重ねるごとに落ち着いてきた。それにはお金が関係している。ファーガルと私の両方が安定し、仕事がうまくいってるのかな、うまくいくと物事はスムーズに進んだ。それにおばあちゃんとしてとても生き生きしている。間違いなく孫の存在が影響している。そっか。順を追っていこうか。ジャック、ドラマーのジャックだよね。2014年10月11日、ジャックに会ったのは
私がサイエンスホールで公開講義を行うために地下鉄に乗っている時だった。満員の車両の向こう端に、黄褐色のコートを着てドアのそばで立っていたのはジャック。頭の中で誰かがわかるまでに随分時間がかかってしまい、ジャックが降りる間際のところで認識できた。声はかけられなかったのかな。ジャックは老けている。ジャックはイケメンだ。イケメンだにしとくか。おきれいにしている。ハンサムだ。いい暮らしをしているようだ。オックスフォードサーカスで降りて講義へと走って、行く。急がないと遅れそうだ。ホテルに戻ったのはいつもの顔ぶれ。ブラックホールとその境界に関する高校の講義が終わってからのことだ。どうだろう、ブラックホールの話。ブラックホールとその境界。私のノート PC を開いてオンラインでジャックを検索して見つける。見知らぬ人。友達に追加。友達に追加にしてみようか。 Facebook 的なものかな。何年も経っていたけれどジャックはとても打ち解けた雰囲気に思える。元気にしているジャック。明かりを消してベッドに入った。街灯の光がカーテンから溢れている。感情の波が押し寄せて寝ることができない。幸せ、優しさ、後悔、懐かしさ、寂しさ、どういう感情なのかな。優しさ、どうだろう、なんかどうだろう、優しさであってほしいような気がするな。優しさ。ジャック、コラムとジャック、ジャックの旅。そっか、二人は付き合ってたんだもんね。コラムとジャックにするか。コラムとジャックが別れた時、私は途方に暮れた。そっか、私が二人の関係にひびが入ったのを見てから、わずか数年のことだった。そっか、どうだろう。マギーの方に行こうかな。2014年12月25日、マギーが私とママの家に来て、今年のクリスマスディナーを一緒に過ごす。ファーガルは奥さんと過ごし、コラムはボーイフレンドの両親を訪問しにアメリカへ行っている。そうなんだ。ようこそ、他に行く場所がない。伝統、ようこそかな。家に来れて嬉しい。こうするまで長い時間がかかったね。女性3人だけねとママが言う。本当にあれですね、女性としてコラム、カシオのことを認めてくれたっていうのが嬉しいな。リラックスかな。リラックス、くつろいだ静かな雰囲気が流れている。ディナーの後、本とクリスマスプディングを持って火の前でゆったりくつろぐ。ファーガルが午後になって家に寄る。赤ちゃんのクイーバも一緒だったので、すべてが多少騒がしくなる。クイーバって言うんだ。そこでマギーを家に送り届けると、マギーが最後のお茶を勧めてくれる。
マギーに一緒に過ごせて楽しかったことを伝え、来年もまた来るように言うと、マギーはため息をつく。来年私はいないと思うわ、と笑いながら言う。そうなの。医者が正しい診断をしている限りはね。なんだ、ガンとかかな。喪失感、希望、コラム。コラムのおばさんだもんね。コラムかな。コラムは知っているの。まだよ。コラムには新しい男性と新しいクリスマスを過ごして欲しかったから。クリス？素敵な男性よ。そっか。マギーは窓の外を眺める。一つだけやりたいことがあるんだけど、古い写真すべてを保存したいの。なくなってしまうのはとても残念なことだから。マギーにデジタル化して保管できることを伝えると、その考えを気に入ってくれる。私たちはすべてのアルバムを開いて最後のアルバムまで見る。その夜、アルバムを見ていたが、おそらく500枚はあったはずだ。私のお気に入りは、マギーの子供の頃、ビーチ、コラム。どうなんだろうな。子供の頃にしようか。少女時代のマギーが学校の制服を着てカメラに向かってニヤニヤしている写真。ニヤニヤ。マギー。家族、生活。家族。マギーと私は家族として生まれたわけではないが、私たちは間違いなく家族になった。コラムが言ってくれたんでしたっけ？なんか、生まれた家だけが家族じゃないんだよって言ってくれましたよね。ママですら最終的にはマギーを受け入れた。アヌ、2015年6月13日。2015年6月13日。今晩、トランスジェンダーのパフォーマーやアーティストのいろいろな、ショーがある。狭いカフェの壁はアートで埋め尽くされ、素晴らしい会場に変身している。午後遅い時間に皿を手伝って用意した。アヌが入ってきた時は床に這うケーブルの上を慎重にプラスチックの椅子を運んでいる、ところだった。アヌが手伝ってくれる。おしゃべりする。アヌが手伝ってくれるにするか。昔に戻ったような気分。喋らなくともつながっている。アヌに椅子並べを手伝ってもらい、ビスケットを出し、お茶を作ってもらう。数時間後、会場は活気にあふれていた。いろいろな人たちが混ざっている。フォーマルな装いをしている人がいれば、隅で恥ずかしそうにしている人もいる。アヌの奥さんが子供を連れて入ってきたのを目にしたので、挨拶しにそばに行き、奥さんの横で見ている。アヌの順になり、バツジェンダーってどういうことこれ？であるとカミングアウトをして、名前をイシャンからシャンズへ、そしてアヌへと変えることについての、詩とスピーチのパフォーマンスをしてい、る。あれか、ジェンダーがないっていう辞任をしてる人のことかな。選んだ名前は僕の遺産、僕の祖先からのギフト。私とは違い、彼らは昔の友人からシャンズと呼ばれても構わないらしい。または彼らの子供たちからお父さんと呼ばれることも、こともか。でもアヌが一番似合っていると思う。私の目、私の口、
私の心、互いに知り合ってからアヌがどれほど成長したのかを目にして、私の心は幸せでいっぱいになって、いる。そっか。もちろん子供たちは最高だ。アヌが音楽を奏で、子供たちが小さい頃から一緒に歌ってきたんだろう。でも客のみんなの心を打ったのはアヌを含めてステージから伝わってくる愛らしさだと思う。アヌ距離、誇りにしとくか。アヌという人物の成長を私は誇りに思っている。アヌは差別に苦しみ、自分自身のアイデンティティを見つけるのに苦労したが、今も寛大で情が深く、立派な人物だ。これはコラムかな。2016年5月22日、コラムと私はマギーの古いコテージで結婚式の準備をしている。コラムは過去何とか夏にこのコテージを借りていた。ビッグハウスは豪華な B&B に改装されていたから。クリスの両親が到着する前に終日かけてこのコテージを塵一つないようにきれいにしている。私たちは家族、君は勇敢だ。コラムの兄、コラムの兄の話って出てきたっけ、どうだっけ。でもどうだろう、私たちは家族にしとくか。君の家族はコラムのことを大切にしてくれる人たち、そのみんなが揃っている。ここを後にする前にコラムはベッドルームにチョコレートのボックスを置く。クリスはサプライズが大好きだ。クリスの両親も同じように好きなことを願っている。コラムはおおらかな人に惚れ込む。それを伝えるとコラムは微笑んでいる。コラムが言うにはクリスはワクワクする、違う、感受性が高い。どうなんだろう、違うってなんだろうな、他の人と違うってことかな。他の人より落ち着いている。去年の国民投票のお祝い日だからとコラムは今日結婚式を開きたかったんだ。でも場所がどこも予約で埋まっていたんだ。コラムは私に将来結婚するのかどうかを尋ねる。国民投票ってあれか、アイルランドの独立の投票でしたっけ。身を固めることができなかったんだ。するよ、結婚は偽物だ。どうなんだろう、結婚とかありえるのかな。するようにしてみよっか。コラムは私がどれだけサムとの結婚を毎年伸ばし伸ばしにして、サムっていう恋人がいるんだね、いるのかを思い起こさせる。私たちは思わず吹き出してしまった。コラムは僕は変わらないよと言って結婚式の冊子を丸めて私の頭をポンと叩く。コラム、コラムらしいところ、コラムが大切にしているもの、コラムの選択、コラムが信頼できるところ、なんだろう、コラムが大切にしているものにしようかな。コラムは自分自身の幸せを大して重視していないが、自分の周囲の人たちの幸せをとても大切に思っている。そっか、ありがたいことにクリスが他の人を一生懸命世話するコラムの度が過ぎないように気をつけてくれそうだ。あ、これでなんかノートが完成した感じですね。日記を書いてくださってありがとうございました。
これで日記が完成。用語集。ああ。キームベイマ。ダガート。この辺、あ、でも、そんなにあれだね。あ、でも結構あるか、やっぱり。あ、でも、思ったほどない。でもこれでいよいよゲームは終了なのかな。もなんか不思議な後味のゲームですね。これあれかな。また選択をし直したりもできるんだろうか。以上、これは誰かの。いつそうなったんだろう。あ、でも、なんか繰り返しできそうですね。例えば、なんか、ただの友人と一緒にとか、選ばなかったやつもこうやって、大学生、ラットシャンズがやってくる。でも友達っていうのはどこで出てくるんだろうな。たことのない。あれ？なんか友達のこと全然書いてないね。どうしよう。すでに手配済み。仕事がある。これは選ばなかったやつね。夜行バスに乗って戻りよ。明日は仕事に行かないといけない。別れの時間がやってきたので。手を振る。この辺のなんか選択肢、親密の間柄、選択肢によってなんかすごく変わるわけではないのかな。互いに助け合って学び成長してきた。他では学べないことをたくさん教えてくれた。あのに私が何か手助けできていたなら嬉しここであのって唐突に出てくるんですよね。なるほど。これなんかまた時間をとってゆっくりやるのもいいかもしれないですね。なんか本当にあれですね。いろいろ若い頃のことを思い出させる、ゲームだと思います。まあ、それぞれにやる人の心に自分の若い頃が、浮かび上がって、いくようなゲームなんだろうなと思います。皆さんももし、ご興味あればやってみてください。じゃあ、If Found はこれで、実況は終わりたいと思います。また別のゲームでお会いできればと思います。ありがとうございました。失礼します。